さあ、行くぞ。4100m 先のゴールに向けて、まずはスタートに集中です。さすがの仕上げです。永井大輔3:1の1走タイムで人気の中心、相手は木村、さらには高橋と、いずれもこの大会の歴代覇者が上位人気を形成しています。ブルーランプが消えました。スタート3秒前、一つ目の準決勝9レーススタートしました。センターから永井が好ダッシュ、外から木村も行く、高橋もついていきます。まずは永井がトップスタート。2番手に4番の高橋がつけました。3番手7番の木村と、早くも人気の3選手が上位を独占しております。4番手は2番の久門がついておりまして、その後1番直樹、6番の松尾、現在6番手後方、8番の東尾と、最後方3番の吉原となりました。さあ、人気の3人、この隊列に動きがあるのかどうか。先頭は走タイム3:1の5番の永井大輔、2番手が4番の高橋光、走タイムは3:4でした。その後に7番の木村武史がつけております。さあ、何度もこの伊勢崎でも名勝を見せてきた4番の高橋と7番の木村、この2人の2番手争い、この後注目となりそうであります。先頭は5番の永井大輔、リードは現在2写真半ぐらいです。4番高橋は2番手、その直後にいるのが7番の木村であります。試走タイムでは7番の木村の方が若干上回っていますが、さあ、この3人まだ動きがない。永井先頭、高橋も離されません。ちょっと滑っているが大丈夫か。3番手から7番の木村がさあ前を伺ってくるが、2、3番手距離感わずかに1写真であります。さあ、木村が狙っている、高橋が抑え込んでいます。残りは4周、まだ4周残っている。先頭5番の永井大輔、さあ4番の高橋も我慢の競争であります。さあ、7番の木村がどう仕掛けるのか。その後ろから10番と2番の久門通る、久門が木村の背後に迫ってきています。久門もフレームインしてまいりました。その後1番の青木春近、残りは3周回、先頭5番の永井が4番の高橋を突き放しています。先頭5番の永井大輔、独走状態に持ち込んできました。4番高橋苦しくなっているが、2番手は単独の位置、7番の木村もまだ車間が空いたまま3番手変わりません。2番の久門4番手、1番青木がその後ろ、残りは2周回、終盤戦に入りました。さあ、木村に追い出しは残っていないか。3番手4番の高橋光、どうやら優先は確保なりそうか。さあ、その後4番手2番坂戸が1番直樹を抑え込んでいます。7番の木村もいっぱいになりました。2番坂戸その後ろ、ブルーフラッグ残り1周回です。5番の永井大輔がどうやらファイナル1番乗りとなりそうだ。4番の高橋もファイナルへと駒を進めていきそうです。永井大輔、グランプリはこれで8大会連続優勝。2番と4番の高橋はグランプリに関してはこれで2年ぶり12回目のファイナルとなります。ゴール3番手木村、払い戻し金です。2連単5番4番370円、2連複4号330円、3連単5番4番7番640円。なんという面のいたずらでしょうか。この10レースの締め切り間際から雨が落ちてきました。伊勢崎オートレース場です。ただ発表は小雨となっています。この画面でもその雨はほとんど伺い知ることができないぐらいの小雨のようです。ただ公式の発表はこの発走直前、小雨のブチという情報が届いています。ただ武士とはいえ限りなく予想に、いや、この画面で見ると雨がこの時間帯ははっきり見えるようになってきました。風も出てきています。運休を告げる準決勝戦2つ目のカードはオープン戦、ご覧の8名によって行われます。係員離れました。
目を切り裂いてスタートを切る8選手。1番人気は鈴木圭一郎。ブルーランプが消えていきます。5秒前、3秒を切りました。2つ目の準決勝10レーススタートしました。7番の平田スタート一息、おー、鈴木圭一郎がスタート遅れてしまいました。センターから5番の佐藤孝也がトップスタートか、インコース2番の中村踏ん張れるか、外から一気に8番の内山隆秀先頭、5番の佐藤孝也2番手になりました。さあ序盤戦は波乱の様相か。鈴木圭一郎今回グランドスラムがかかっていますがスタート遅れました。しかし長丁場の8周戦、ここから追い上げられるか。現在は7番手を走っています。1番の鈴木圭一郎、4番の高橋が大きく下がって最後方です。8番の内山先頭であります。一気に首都圏を大外から上がっていきました。ぴったりマーク5番の佐藤孝也、こうなるとこの体型となると後ろの面々はなかなか突破は難しい。内山と佐藤孝也の壁ができつつあります。さあそこを中村正人どう攻略するんだ。6番の二村も来ているが残りは5周回。さあ内山高いでこのまま SG ファイナル迎えるかどうか。外から並べかけるのは5番の佐藤孝也であります。さあ波乱の様相を呈しております。準決勝戦2つ目10レース、佐藤孝也が仕掛けるか。3番手2番の中村、内側から2番入りません。さあ大混戦となってまいりました。先頭は8番の内山、2番手佐藤、3番手中村、さあ二村飛竜、総タイムは3人出ている二村、4番手、さあここから騒げるか。鈴木一郎もスタート遅れ挽回して追い上げてきています。現在5番手、残り3周回、内山先頭だ、5番の佐藤もなかなか突破できない、2番手の位置、さあ中村はまだじっくりと前を見ています。中村どこかで動くか。3番手争いの一角、6番二村が外、鈴木一郎がその後ろ、5社が固まっている。残り2周回、いや5社ではない、6社です。大混戦。先頭8番の内山粘っている、佐藤2番手、中村このまま黙っているか。2番の中村、6番の二村、内から鈴木一郎、残り1周回ブルーフラッグ。さあこのまま行くのか。先頭8番の内山、2番手佐藤、3番手中村もなかなか手が出せない。1番の鈴木一郎も4番手まで怒涛の追い上げですが、優秀権これは厳しい。内山外から佐藤、最後並んで間から鈴木中村も来るが、内山高いね。大波乱となりました。第10レースの払い戻し金です。2連単8番5番99,610円、2連複58 16,920円、3連単8番5番2番885,790円、3連複2と5と8の組み合わせ21,650円でした。来ています。早川清太郎、ここは自らの手でファイナルのチケットをもぎ取りたい一戦です。早川、佐藤真也、浦田、黒川、この辺り上位で売れています。5秒を切りました。3秒前、3つ目の準決勝戦11レース、スタート赤ランプがつきました。準決勝戦での赤ランプです。フライングのため再発送といたします。初めての SG の舞台の準決勝戦、力が入りました。小林瑞希無念のフライング失権となりました。
SG の準決勝戦は初めての進出、ここまで3戦2勝で勝ち上がってきた小林瑞希、無念のフライングとなりましたが、2度目のスタートどこまで踏み込めるか。その小林の外には三三四走の伊藤信夫、昨日は良好な動き取り戻した印象がありました。一番人気は地元の早川清太郎、今回無観客ではありますが間違いなく多くのファンの声援を受けているはずです。そして佐藤前のスタートも注目となります。7番小林瑞希のフライングで再発走の11レース、サイドの5秒前です。3秒を切りました。3つ目の準決勝戦11レース、スタートしました。今度は決まっています。左右内から黒川、6番の有吉達也好スタート。ここ1番6番の有吉が行った、有吉トップスタート。しかし1番黒川が潜り込んだ。1番の黒川京介先頭であります。早川清太郎の姿は現在中断です。6番手あたりにあります。1番の黒川が行きました。有吉2番手、伊藤信夫3番手になりました。早川清太郎は現在は中断のインコースから4番手に上昇か。2番の浦田、4番佐藤を捉えまして、3番の早川清太郎が今4番手上昇。ここで伊藤信夫が6番狙いのインコースを狙っていく、入っていく、際どいところ競り合っていますアリオシ。3番手交代です。2番の浦田、3番の早川清太郎サイドを捉えました。浦田と早川競り合って、伊藤信夫であります。なんと10レースに続いてここもピンクの勝負服が先頭に躍り出ました。黒川2番手、3番手には6番の有吉が狙っている。その後浦田、さあ早川清太郎やや苦しい状況にも見えている。ここで6番の有吉が入ってくるか。1番黒川を捉えにかかっています。6番の有吉が2番手に上がってまいりました。有吉となって残り4周回、先頭は8番の伊藤信夫、リードは現在3写真。6番の有吉になって1番黒川3番手、離れて2番村田が4番手、早川清太郎これは苦しい、現在5番手、残り3周であります。力は上がっているが、その後3番の西原智明、佐藤前は7番手、7番の小林が最高峰となっています。先頭8番の伊藤も、6番の有吉が差を縮めてまいりました。準決勝戦はこの11レースも波乱の決着となりそうか。1番黒川3番手、残りは2周です。サイド浦田を捉えた3番早川ですが、現在4番手、ここから2番手までは苦しい、現在4番手であります。完全に前の2人抜け出しました。8番の伊藤と6番の有吉達也、経験豊富な2人が先頭2番手、ブルーフラッグ残り1周回。この準決勝戦も光り輝くピンクの勝負服、伊藤信夫先頭。 SD 競争は2018年10月の全日本選抜以来のファイナルとなりそう。グランプリは有吉とともに2010年以来のファイナル、伊藤信夫。11レースの払い戻し金です。2連単8番6番11,690円、2連複68,620円、3連単8番6番1番15,010円、3連複1と6と8の組み合わせ17,280円でした。続くのか。最後の準決勝戦です。一番人気は青山、青山からゼロ班の外枠勢、
篠原、佐々木、金子と売れています。ブルーランプが今消えました。スタートまでは3秒前。12レースの準決勝戦スタートしました。ゼロハンのスタート、4番山中、劣勢なスタート。3番鈴木よしが行きました。トップスタート、ゼロハンからは3番の鈴木よし、その後ろでありますが5番篠原、6番の金子が並んでいる。金子が抑え込むようにして2番手、そして鈴木よしのインコースへと入ってまいりました。青山周平はこの時中段一気に来ている。青山が3台を捉えました。5番手へと一周階段上がった青山周平であります。先頭6番の金子、2番手3番の鈴木よし、7番の佐々木圭、3番手その後ろ篠原をパスする青山周平が4番手へと上がってまいりました。今日は早めに来ています。まだ6周あります。先頭6番の金子、3番の鈴木よしがキーマンとなるか、壁を作るか。7番の佐々木圭、3番手その背後に青山周平ナンバーワン来ています。そして5番の篠原食らいついて現在5番手中段の位置。さあ青山周平ここまで来ました。あと5周、先頭金子、2番手鈴木よし、この2人の壁の後ろにはさらには佐々木がいて、さあ青山周平ここから前を捕まえることができるかどうか。ファイナル進出のためには最低2人かわさないといけません。あと4周回残っています。若干滑っているが前をかかってくる。さあまずは佐々木を捉えた、捉えた。ここで3番手へとさらに前進、さらに前進。スーパーハンデでの SG ファイナルへ青山周平、さあもう1人かわしにかかります。残り3周どうだ、金子、3番鈴木よし、ここで捉えました。ファイナルへの道が開きました。青山周平2番手上がった、さらに先頭も狙っていく、入りました。青山周平ついに SG でスーパーハンデで初勝利となりそうだ。残りは2周回、4日目にしてこの準決勝戦でスーパーハンデ明日の1着となりそうだ。抜け出した青山、2番手金子、鈴木よし食らいついて3番手、その後7番の佐々木でありますが少々離れている。2番手金子優勢、ブルーフラッグ残り1周回です。ここまで苦しんできました青山周平ですが、準決勝戦でスーパーハンデ克服なりました。3連覇へ向けて明日は歴戦の猛者がゼロハンで迎える形となりそうだ。8番青山周平、準決勝戦で決めた。最終12レースの払い戻し金です。2連単8番6番610円、2連複68390円、3連単8番6番3番6020円、3連複3と6と8の組み合わせ1970円でした。さあ、行くぞ。オー、この無人のスタンドに SG バージョンのファンファーレが鳴り響くのは初めてであります。伊勢崎オートレース場、一番人気は長い、そしてスーパーハンデ、青山が伝説を刻むのか。注目の大一番は間もなく。同伴に並ぶものなし、青山周平の動向やいかに。5秒を切ります。オツパーク杯第24回 SG オートレースグランプリ優勝戦スタートしました。さあ誰が行く、有吉、さらには5番の伊藤と佐藤孝也が内側で抵抗できるか。5番の伊藤が2番手スタート、まずは棋戦を制したのは有吉達也であります。さあ伊藤の方が間髪入れずに内を叩き込んでいく。伊藤の方がまずは花を切る展開になりました。さらには優勝戦人気の中には3番手の位置青山周平でありますが、
1周1コーナーではまずは2人さばいて6番手のポジション取りであります。先頭は伊藤の棒であります。伊藤の棒がレースをリードしています。開催3日目から連勝中、まさに急上昇気配の5番の伊藤の方であります。2番手に有吉、さらには永井大輔、思想タイムは 3.32 になりました。道中戦の動きはどうか。4番手には佐藤孝也、さらには6番絶対王者高橋光が続いています。そして青山周平が、さあ高橋を見定めながらこの3コーナーで早めに捉えた八尾山でありますが、まだ中段だ、まだ中段だ。4コーナーを立ち上がりまして、残りは7周回、先頭は伊藤の方でありますが離れません。2番の有吉、有吉がさあワンチャンスあるんでしょうか。この動きはワンチャンスありそうであります。3番手は7番の永井、そこから感覚相手4番の佐藤孝也、さらには高橋を捉えた。さあ来た来た来た、青山周平中段5番手に上がっています。残りは6周回、通常ですとここから一般のレースになります。さあまだ6周残っています。そう有吉が、有吉がさあ捨て身の切り込みを見せる。この有吉の走りはまさにファンのハートをわしづかみであります。大伊藤の棒がやるかしています。残りは5周回、さあドラマはまだまだこれから待っています。5番の伊藤の棒がレースをリードしている有吉、さあ全身全霊の競争であります。運休を告げる優勝争い、3番手は永井、4番手に佐藤孝也、青山周平5番手の位置、まだまだ接近戦だ。残りは4周回、5番の伊藤がレースをリードしています。2007年の全日本選抜以来久々の優勝を目指して5番の伊藤の棒でありますが、2番の有吉も数多くの挫折を乗り越えてどうしても勝ちたい SG 制覇であります。4コーナーを立ち上がって残りは3周回、伊藤の棒が引っ張っています。伊藤の棒、さあ我慢の競争になっています。これは我慢比べ、おっと2番の有吉がやや滑る感じになりました。永井が3コーナー切り込んでくるか、有吉が抑える、有吉が抑える。4番手には青山周平の姿があります。4コーナーを立ち上がりまして残りは2周回、さあ猶予は残りわずかであります。単独スーパーハンデの SG 制覇を目指しまして青山周平、しかし残りはあと1周半しかありません。さあスポットライトがこの5番の伊藤の棒に当てられようとしております。4コーナーを立ち上がりまして残りは1周ブルーフラッグを通過しました。5番の伊藤の棒、まさに完全復活を告げるそんな走りであります。2番手は有吉、こちらもあっぱれの10周回でありました。青山周平10戦からの追い上げ、3番手まで勝ったのは伊藤の棒、久々の SG 制覇。伊藤の棒にとってのオートレースグランプリは思い出の大会であります。不滅の最速タイム 3.284 をマークしたのはこの紛れもなくかつてのオートレースグランプリでありました。そんな思い出の大会で年齢を重ねながらも劣化するどころかさらに発展の一途をたどるそんな走りでありました。12レース優勝戦の払い戻し金です。2連単5番2番6770円、2連複25,4230円、3連単5番2番8番18,080円、3連複2と5と8の組み合わせ2860円でした。結果を発表します。おめでとうございます。